供の遊びじゃないんだよ。基地の奥深くまで敵に攻め込まれている。各機、要塞を拠点に敵を迎撃しつつ前線を押し上げてくれ。遅れてすいません。状況は？何をもたもたしてたんだよ。状況は見ての通りよ。かなり敵に押し込まれているわ。すいません。あんたが戦争したくないとか甘いこと言ってるから敵につけ込まれたんだ。すいません。でも僕はただこんな綺麗な星でみんなが戦争しているのが悲しくて、なんとかならないかと思ったんです。第一、この星を統一した者が全てを可能にする力を得るなんて信じられませんよ。そんなことで大の大人が戦争するなんて馬鹿げてます。馬鹿げてても現実的に私たちは敵の攻撃を受けている。そんな態度じゃあなたが戦いで死ぬことになるわよ。言い争いはそこまでだ。各機、敵を迎撃してくれ。ロラン、君もやれるの？はい、大丈夫です。こんな奴ら私一人でも片付けられるさ。油断するな。味方と連携を取って慎重に進め。随分と対照的な二人を拾ったものですね。そうだな。だが、神優とはぐれた今の我々には得難い戦力だ。神優、何やってるのかしら、まったく。じゃあ、私も出撃します。あ、エマ注意。はい。その、気をつけてな。了解です。絵巻、出ます。神、早く戻ってきてくれないかしら。よくもまあのこのこと恐れる心がないのかい。基地間の連携は断たれたままです。ロラン君も孤立してしまっている。まず体勢を立て直すんだ。このままでは確保撃破されるぞ。落ちろ。敵も隙をついてくるわね。ここは私が食い止めなければ。無茶はいけませんよ。話せば分かってくれるかもしれません。そこだ。お見事ですけど無理はいけませんよ。
収穫でもあったのかい？時間を無駄に過ごすことで全体の致命傷になることだってあるんだ。すいません。喧嘩は後だ。まずはこの場を乗り切ることを考える。そこだ。もっと効率的に動けないよ。おい、そこだ。どこに行くんだ。私も遊びに行きたいのに。こうなったらそっちから遊びに来てもらうからね。モビルスーツ隊が押されていますね。このままでは前線を維持できません。仕方ない。アーガマも前に出て応戦する。援護射撃だ。味方には当てるなよ。私もあなたには負けられないわね。口先だけ舞い上がった奴に何ができる。そろそろ私を待ってて。私はないよ。ルツ、どうしたの？こんなところで。そっちこそ。柔道はどうしたんだ？それが、はぐれちゃったの。でもね、みんなと一緒に探してるんだ。そうか。じゃあさ、私がここで負けたら柔道を探してきてやるよ。本当？ああ。その代わり、私が勝ったらこっちの仲間になりなよ。私にも仲間がいるからね。仲間いるんだ。よかったね。でも負けないから。戦場は刻々とその姿を変え、勝利への道を覆い隠している。その中で最良の未来をつかむことができる。それがこのエピオンの力だ。素晴らしい。そのモビルスーツ、後で解析させてくださいね。なるべく被害を出さずに終わらせないと。お見事ですけど、無理はいけませんよ。そこだ。ビクトレー、撤退します。みんなごめん。私の分まで頑張って。レイン、もう容赦はせん。必ず貴様らを倒してみせる。いいよ、私あなたの仲間になってあげる。モビルスーツがこんなに何種類、戦い以外の使い道だってあるはずなのに。私もあなたには負けられないわね。そこだ。抜けだね。隙だらけだよ。そこだ。落ちろ。落ちろ。雑魚どもめ、私の前では赤子も同然だね。ここは一度引かせてもらう。また会おう。素晴らしい。そのモビルスーツ、後で解析させてくださいね。そこだ。落ちろ。落ちろ。そこだ。落ちろ。そこだ。
だ。やるな。そこだ。子供の遊びじゃないんだよ。俺はこいつに勝てない。なんとか乗り切ったようね。被害が広がる前に救援を呼びかけましょう。話せばきっと分かってくれるはずです。ふん、こんな方法いつまでも通じないよ。